今回はディズニーストアで新しい携帯ケースを買ってきたので紹介します。こちらのスマートフォンカバーは多機種対応になってまして、携帯電話を粘着テープのようなものくっつくところがあるんですけど、そこにペタッと貼り付けて使うタイプのスマートフォンカバーになります。今回選んだデザインはプーさんにしました。このね、プーさんのこのふわふわした感じのこのお顔の部分ね、これがねすっごい可愛いなと思って選びました。このスマートフォンカバーはこのようにね、鎖がついていて肩からかけたりすることもできます。長いチェーンがついていますね。はい、ではちょっと中見てみましょう。この上の部分ですね、ここはねすごいふわふわ、ぬいぐるみみたいな感触ですっごい気持ちいいです。ここの閉じるところはね、強力なマグネットになっています。結構ビチッとくっついてます。で、中は真ん中が携帯、ここ貼り付けるところになってまして、スコッチって書いてますね。ここにくっつくみたいですね。で、あ、ここもね、なんか入れられるやってる。ね。この携帯の下のところにもポケット付きです。これポケットじゃないですね。ポケットが取れたらポケットじゃなかったです。ただ、ここを縫い付けてあるだけでした。はい。ね、で、ここはポケットですね。こうやって入れることができます。はい、ここをシール剥がして使うんですね。なんかすごいな。外したりつけたりできるのかな、ちょっとよくわかんないんですが、携帯をくっつけてみたいと思います。こちらに携帯を貼り付けます。この辺でいいかな。これで携帯がつきました。カメラどうやって使うかなんですけども、実はここがこういう風にね、こういう風に動きます。こういう風にね、こういう風に、はい。なので写真を撮るときはこの横に引っ張り出してスライドするとレンズが出てくるので、はい、このように撮影することができます。蓋をするとこのようになります。で、鎖なんですけども、肩とかにかけて歩くこともできます。結構ね、チェーン長いですよ。だいぶありますね。これぐらい、ね、こんなにチェーン長いです。後ろはね、特にポケットも何にもないですね。はい、赤と黄色のこの組み合わせがすごい可愛いなと思います。ちょっとハンドバッグっぽいですね、なんとなくね。はい。で、今回、このチェーンは多分使わないかなっていうことで、別にね、つけるストラップを買いました。はい、それがこちらです。ブラウンとホワイトのストライプのリボンの先に、このミッキーのね、メタルチャームがついた商品です。はい、キーチェーンです。ここにつけようと思います。はい、つけました。こんな感じになります。プーさんも、ここら辺のベースが赤なんで、赤いストラップつけても全然違和感ないですね。でも、このミッキーのね、このチャームが可愛いです。ね、これね、私はストラップとして使いますが、商品名はキーチェーンになってるんで、鍵とかをくっつけていくやつなのかな。では今回はディズニーストアでプーさんのスマートフォンケースとキーチェーン購入しましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。